Hola a todos. 皆さんこんにちは。マイスパニッシュスクールのネイティブティーチャー、リチです。En la clase de hoy, 今日のレッスンでは、saludos、挨拶について見ていきます。今日もとてもシンプルに、フォーマル、カジュアル、かつリアルなネイティブが使う挨拶を簡単に覚えていきましょう。まずはじめに、カジュアルな会うときと別れるときの挨拶を紹介します。それが、やーという意味の、オラ。そして、またねという意味のアディオスとチャオがあります。アディオスは知っている人が多いかもしれません。スペインではカジュアルな時とフォーマルな時の両方に使えますが、実は南米のほとんどの国ではフォーマルに聞こえます。これから長い間会えなくなる人へ告げる別れの挨拶に感じてしまいます。ですのでチャオといった方が南米では自然です。これらは時間を選ばずに友人、親戚、基本的に親しい関係の人に使います。さらに初めて会った人でもフレンドリーに挨拶したい時に使います。オラは英語のハーやハローにあたります。そして LA と書くので厳密にはオラと発音しますが、完全なカタカナ読みでも通じちゃうのがスペイン語のいいところです。アディオスとチャオは英語のバイにあたります。ちなみに2つともカタカナ読みでほぼ完璧な発音になります。念のために言っておきますが、チャオをスペインで使ったり、アディオスを南米で使ったりしてももちろん通じます。ただ、現地のネイティブの使い方ではないということです。あと、R と L の発音の違いは別の動画でじっくり教えるので、今は大丈夫です。でも、これらの挨拶はとてもカジュアルなので、目上の人に対しては、他の言語と同様に時間ごとに違う挨拶があります。が、これを教えた後に、この挨拶を忘れてしまっても使える簡単な魔法の言葉を伝授します。はい、とりあえず僕が言っているフォーマルな会う時の挨拶はこの3つです。おはようございますという意味のボエノスディアス、こんにちはという意味のボエナスタルです、こんばんはという意味のボエナスノチェスです。基本的に同僚や目上の人、あとは初めて会う人などに使いますよね。難しそうですが、各フレーズを2つに分けてできるだけ簡単に説明します。まずはじめに、ボエノス、そしてボエナスは良いの変形で、ディアスは1日の複数形、タルデスは午後の複数形、ノチェスは夜の複数形。ボエナスノチェスは英語のグッナイ、要するにおやすみなさいという意味も兼ねてます。でも、今度はネイティブだから教えられることがあります。尊敬の念を示して挨拶したい時などは先ほどのでいいんですが、最悪この3つをいつ使えばいいのか忘れても、たった1つの言葉を丁寧に発音すれば、なんといつでもリアルでフォーマルな会う時の挨拶ができるんです。それがボエナス。え、これだけって感じですが、実は感覚的に前の3つはどうもおはようございます、どうもこんにちはなどと挨拶しているように感じるので、少しフォーマルに聞こえる。だからそのどうもという意味に近くて2つ多いボエナスを使えばいいという感じなんです。むしろこれを使った方がいいぐらいで、礼儀正しく自然に、そしてフレンドリーに挨拶ができるようになるんです。もちろんいろんな理由でスペイン語を覚えたい人はいると思います。スペイン語圏の大学へ留学したり、スペイン語の試験であるデレを受けたり、そのような場合に覚えるのはもちろん必須です。でもスペイン語で話すとなると、実際ボエナスで十分なんです。ぜひカジュアルなオラと区別しながらボエナスも使ってみてください。そして最後にフォーマルな別れる時の挨拶を見ていきます。基本的に次の2つがあります。さようならという意味のアディオスと、ではまたという意味のアスタルエゴです。意味が少し違うので使い分けるのがベストですが、ぜひこの中でもアスタルエゴを使ってもらいたいです。というのも、この方がスペインではもう少し礼儀正しく聞こえて、国に関わらずより多くのシチュエーションで使えるからです。はい、ではまとめていきます。まずカジュアルな挨拶、これはシンプルです。ハイという意味のオラがあり、バイという意味のスペインでよく使われるアディオスと、南米でよく使われるチャオがあります。この3つは簡単なのでぜひ覚えてください。ではでは、フォーマルな挨拶の方をまとめると、時間ごとに分かれる会う時の挨拶、ボエノスディアス、ボエナスタルデス、ボエナスノチェスから、ボエナスを取れば
いつでも使える会う時の挨拶に変わります。そして別れる時はアディオスとアスタルエゴから2つ目のアスタルエゴを選べば、国に関わらず使える別れのフォーマルな挨拶を簡単に覚えることができます。はい、これでカジュアルな時もフォーマルな時も挨拶が簡単になるはずです。これぐらいのフレーズであればカタカナスペイン語でも余裕で通じるので使ってみてください。このチャンネルでは簡単に最後にまとめながらスペイン語を教えていきます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。 Hasta luego.